はい、皆さんこんばんは、レレイと言います。今日もまた動画のね、後付け解説をやろうかなと思います。はい、で、最近軍需工場で結構僕の中で流行ってる人格と特質があって、前はね結構右下鬼没が多かったんですけれど、最近は上下鬼没で戦うことが増えてきましたね。うん、やっぱり上下鬼没型っていうのもね、本当に強いので、ちょっと今日は上下鬼没の解説をしていこうかな。はい。で、最初はね、いつもと変わらず写真を撮って、裏で胸像を叩いていくんですけれど、最初ね、見つけたのが空軍だったんで、とりあえず2回殴って風船にしたまま、次のサバイバーを探しに行きます。で、この初期配置の場合は、工場ゲートの方に一人と、今空軍を叩いた開きの付近に一人と、この小屋のね、隣の板場の近くと、こっちのゲートの前の方にいるので、こっち側で3人殴るっていうね、ルートで探してます、今回は。で、無事に3人見つけることができたんで、3殴りは成功したんですけれど、これ治療の音が聞こえていて、担当者が自分の胸像をね、治療しに来ていたんで、これはそのままチェイスを始めます。で、今回上下ということで、板割りがあるので、この通りめちゃくちゃ早いんですよね。なんで、次の板場で読み合いに持っていくことができて、これで1駅入りましたね。となれば、あとは鬼没があるので、鬼没で捕まえるっていうね、いつものパターンですね。やっぱりこれが強いですよね、鬼没ジョゼフは。負傷状態にさえしてしまえば、この通り鬼没ですぐに仕留めることができるので。で、今回占い師がね、いるんですけれど、袋来なかったんで、まあもし仮に袋を合わせられたとしたら、2回目の写真を撮って全体負荷をかけていくっていうね、感じで立ち回ろうかなというところですね。で、担当者釣ることができて、空軍がね、指名手配だったんで、救助に来る方向が分かってるんで、写真を撮った後、すぐにそっちの方に圧をかけに行きます。で、結構ね、空軍の治療場所が元々かなり遠かったのもあって、これね、ギリギリ叩いて半分超えるんですよね。そう、これも美味しいよね。最初空軍をダウンさせてたから、そのおかげでね、間に合わなかったんで半分。で、これで空軍に当たったのかな。で、銃を撃ってトンネル回避を狙ってくるんですけれど、写真の効果があるので、とりあえず担当者の位置だけある程度追いつつ、で、空軍が裏の救助間に合えば戻って担当者を釣ってダウンさせるっていう感じにしようかなと思ってたんですけれど、ギリギリ裏の救助に間に合わなかったので、これはもう担当者の方そのまま来ちゃって、写真世界崩壊を待ってます。あー、まあ叩けるかこれは。まあでも叩かなくても裏の効果でね、ダウンするんで、これで担当者は飛ばすことができると。あれで仮に裏の救助が間に合ってたら、担当者の裏を縛って空軍を釣って、で、担当者の逃げた方向分かってるので、そっちの方に行ってもいいし、空軍の救助に来る方を向かってもいいっていう感じで、立ち回れば安定かなと思います。で、一人担当者を飛ばして、空軍が起きたのかな。で、こうなったら次の写真が撮れるまで、とりあえず全体の把握とかしつつ、治療をしてるみたいだったんで、治療場所をね、探してます。で、カラスの方かなということで戻ってきたら、やっぱりいましたね。で、ここは写真が撮れるなったので、とりあえず写真を撮ってチェイスはせずに裏で圧をかけていこうかなと思います。まあここを表である程度追いかけた後、写真世界崩壊間近に共存するっていうパターンでもいいんですけれど、とりあえず今回は裏で釣った後、付近にね、まだ競争があるんじゃないかなと思ってたんで、空軍と治療し合ってた。叩けるかなと思ってたんだけど、意外といないんよね、この辺。そう。で、見つけられなくて、とりあえず空軍だけ寝かせるのかな、この写真では。で、今回囚人がいるんで、揺れてる暗号機、のところに必ずサバイバーがいるとは限らないんですよね。で、今回見つけたのが占い師で、負傷状態だったんで、とりあえず一旦スルーして、で、見つけましたね、占い師。で、鬼没があるんで、これ鬼没で仕留めるかな。
まあとりあえず素直に追っていって鬼没を狙っていくっていう感じですね。うん、でここを先倒しでまた鬼没でダウン取って、こんな感じでとりあえず神出鬼没で捕まえるっていうのが多いかな。まあ素のチェイスでね捕まえられることもあるんですけれど、上下の場合は。で空軍が起こされて、囚人のアイテムかで繋がってたみたいなので、これを壊してとりあえず写真を撮りたいなっていう感じで、まあ空軍の治療するかもしくは囚人がそのまま救助に来るかなんですけれど、まあとりあえずここはキャンプで待ってようかなっていう感じですね。写真を撮ってで半分超えるかなこれなら。おそらく囚人がまた空軍を起こしに行ってたので場所が遠かったのかな。半分間に合わないみたいなんで、で9割9畳に来て叩いて、でここスタンとフクロウがまだ残ってるんでね、フクロウつけられたんでまずは囚人を叩いてで釣ります。で裏の救助がねされたんで占い師かな。とりあえず占い師の逃げた方向だけ目視しておいて、ですぐに裏に戻って巨像を釣ります。そうすることで占い師もねもう一度ダウンを取ることができて、で先ほど姿を確認しておいたので逃げる方向も分かってますから、この後拾うことができるんで、でこうなると空軍は救助来れないし、まあ、多分椅子の方に来ないんじゃないかなと思ったんで占い師を拾いに行きます。まあ救助されたらされたで全然問題はないんですけれど、占い師ねこれで飛ばせるので、である程度こっちの方に逃げたってことは分かってたんで、とりあえず歩いて行って見つけましたね。これで占い師飛ばせると。さっきのねシーンで裏で占い師を見つけた時にそのままチェイスとかするとやっぱ時間がかかっちゃうんで、あえて胸像がね裏にあるのが分かってる状況なら写真の効果をうまく使ってダウン取ることもできますね。はい、でラストは空軍を追うのみと。で時空残像の索敵を使って見つけたのがこっちの方かな。でこれも最後鬼没で仕留めて終わりと。はい、というわけで上下鬼没の立ち回りでした。やっぱり安定してますね神出鬼没。というわけで、最後まで皆さん見てくださってありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。